第65回プライムタイムエミー賞は2013年のテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで2012年6月1日から2013年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に送られる賞である受賞式は2013年9月22日にカリフォルニア州ロサンゼルスにある ノキアシアターで行われた。司会はニール・パトリック・ハリスが務め、アメリカでは CBS が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して9月15日に発表された。第65回プライムタイムエミー賞の主要部門最多ノミネートはブレイキングバッドの8部門だった。また、主要部門の最多受賞は 恋するリベラーチェの3部門だった。この年から、ウェブ番組が先行対象に加えられ、ネットフリックスがオンラインのストリーミングテレビとして初のノミネートを獲得した。ジムパーソンズ、ビッグバン、セオリー、ギークな僕らの恋愛法則、コメディシリーズ主演団優勝、ジュリア・ルイス・ドレイファス、ビップ、ビープコメディシリーズ主演女優賞、 ジェフ・ダニエルズ、ニュースルームドラマシリーズ主演男優賞、クレア・デインズ、ホームランドドラマシリーズ主演女優賞、マイケル・ダグラス、恋する、リベラーチェミニシリーズ、テレビ映画主演男優賞、ローラ・リニー、キャシーのビッグシー今私にできること、ヒアフターミニシリーズ、テレビ映画主演女優賞、トニー・ヘール、ビップ、ビープコメディシリーズ女演男優賞、メリット・ウェバー、 ナース・ジャッキー・コメディシリーズ女演女優賞、ボビー・カナベール、ボードウォーク・エンパイア・欲望の街ドラマシリーズ、女演男優賞、アンナガン、ブレイキング・バット・ドラマシリーズ女演女優賞、ジェームズ・クロムウェル、アメリカン・ホラー・ストーリー、精神科病棟、ミニシリーズ、テレビ・映画女演男優賞エレン・バースティン、ポリティカル・アニマルズミニシリーズ、テレビ・映画女演男女優賞デレク・ハフ、 ダンシング・ウィズ・ザ・スターズ振付賞受賞者は各項目最上段に太字のものである。なお、各個はアメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は主要部門からの合計でプライム・タイム・クリエイティブ・アート・エミー賞は含まない。数字は主要部門からの合計でプライム・タイム・クリエイティブ・アート・エミー賞は含まない。ありがとうございます。